なんかさ、あれだね、この時間みんな言うのかな。なんか年齢上だからもうちょっとさ、遅い時間に、いやでもな、なんか早くメイク落としたいって思っちゃうんだよな、早くやってな。ラジオの方です、ありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、なんだっけ、何言おうとしたか忘れちゃったなんだっけ、本当に忘れたんだけど、まあいいや、ちょっと忘れたってことは大したことない。そうだそうだ、ギフトありがとうございます。アイス、アイス食べたいな。もちろんアイスないんですよね。今日は大富豪配信をします。いつもできないから今日はこっちのね、ザ・ティーのザ・ティーの方でちょっとやってみる。いつもはなんか最近スタンプが送れないみたいなのあるから。アイスありがとう。そうですね、やっぱり昨日のなんか思ったより反響が大きいのかわかんないけど、なんかたくさんこうお便りくださったりとか感想くださったりとかして嬉しかったです。あ、そっか、時間言わなきゃいけないのか、これ10秒カウントだけじゃダメなのか。時計がない。iPhone ってさ、何秒とかわかる？これでわかるか？時計のやつでわかるか？昨日聞けなかったから次回絶対にぜひお願いします。ぜひ。昨日初ラジオおめでとう。昨日のラジオ楽しかった。ありがとう。ラジオの中の人ですか？そうです。バラもありがとうございます。そうですね。カラフルな服ですね。カラフルな服ってさ、名前のさ、動物の森でありそう。そういう服ってそう。カラフルな服。ありそう。じゃあいつも通りメッセージをちょっと変えていこうかな。
私はあのケミオさんを推していきたいので、あのちょっとコメントも、ケミオさんを意識しました。そうですね、今日大富豪やるとサーヤのカードがもらえます。私も自分のカード持ってるんだ。自分のカード持ってることすら知らなかった。50分ぐらいからやろうかな。49分でいいや。49分からやります。第1回目の大富豪。私のラズデーカードを覚醒したって、おめでとう。覚醒って急になんかバーって出てくるよね。おおってなる。あれびっくり。今何なんだろう。今私今ね、貧民、あ、富豪にしようと、富豪にします。富豪からスタートする。今日はあと30秒くらいかな。時計のねアプリを外からなんて押さずに見てるとさ、わかるよ、秒針が。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。大貧民だから大体当たるか、来るか。あー、待って、カード交換。え、どうしようどうしようどうしよう、待って、ちょっと考えさせてくれ。やっぱりさ、こっちのさザ・ティーの方だとさできるわ、あのあれが、スタンプ。真剣だから。キャノンティーのきらめきの人がいらっしゃいます。私はね、こっちキャノンティーのときめきの人がいらっしゃいます。あ、なんか変なカード残っちゃったよ。もう変なカード残しちゃったよ。もうちょっと無理かもしれん。無理疑惑、低いカードしか持ってないもん。無理や無理や、これは無理案件ですね。
もうちょっときついです。私はもう無理無理無理、パスパスパスバカよ。こういう時はね、あの自動パスオンをするんですよ。オートではないけど、もうなんかパスを押すのがめんどくさいから、自動パスを使う。もう無理ですね、これは。あの終わりました、大貧民です。あの調子乗ってたんですよ私。あの最初からね、なんか低いカードを出してればよかったんですけど、なんかどっかで持っててもいけるんじゃないかっていう、なんか勝手なこうねやり方でちょっと攻めてしまったもんで。でも私は先日、先々週ぐらいに富豪なりすましを買ったので、何回でも富豪になってやる。何回でも富豪になってやるぞ。私にはコインというものがいっぱいあるんだ。ハートありがとう。そんな何回でもやってやるからな、見てろよ。私はもうイベント中とかもう全部なんか大富豪富豪以外は全部なりすまし使ってたから、なんとありがとう。あ、もう何回でも富豪になります。何回でも富豪になり、なりますよ。ストックあるというかね、ストックあるけどね、全然なくなっても買えばいいだけなんで、別になんてこったないです。まあ暇なんで何回も大富豪やってもいいので、全然ちょっと何回でもやりましょう。まあ富豪の人とかいると思うし。じゃあ56分からやります。次56分からやります。26日連続だってもう1ヶ月経っちゃうよ。どうする？15秒前です。富豪です私。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。待って。
多分私の推しはいないはず。やっぱさ、みんなからのスタンプも見える。今までさ、みんなからのスタンプも何にも見えなかったの。多分やってくれてたんだろうけど、古無視してたわけじゃなくてマジで見れなかったから、ちょっと見せたことあると思うんだけどね。だからちょっとね、そう、今日はみんなのスタンプも見れるし、自分も押せるし、大富豪さんがなんか強いカードしか出さないので、これはやっぱり革命、あ、革命ですね、やっぱり革命でしたね。最初から強いのしか出さんなと思ってたわけなんですよ。こちらね、シナ、私は強いカードしかないので負ける予感しかしません。もう残ってるのが数字で表せないアルファベット系のやつばっかしか残ってないので、ちょっときついっす、きついっす、きついっすよ。なんかスペに出したの、今一番弱いから、そしたらスペさん出してきた。そりゃ無理って、革命中やで、階段して、あ、鉢切りして終わりって感じですね。はい、もう大富豪と富豪は決まったので、貧民と大貧民の戦いとなります。うわ、びっくりした、また貧民になりました。 A、 とても、とてもいいんじゃないでしょうか。次、11分からやろうかな。1分早い、1分からやるの。2分の方がいい人。コメントとのラグがあるのかな。いける？10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。あ、私あれやっちゃった、あの貧民のままやっちゃった、貧民のままやっちゃったけどいいですか。
忘れてた。トゥルルン。大富豪は完全なる中坂推しですね。この方はきっと そして革命をしてきた。もう大富豪は決まったぜ。果たして私は何になるのか。言うてなんか貧民で始めたからそんなにこう強いカード持ってなかったから逆にちょうどよかったかも。ここで渡します。おまあ私が勝つんですけどね。なんかさ、いや革命だからさ、なんかさ、まあ私はスペさん持ってるからどっちにも使えるんだけどねって思ってさ、気取ってさスペさん出したらさ、その後にさ私さ結構コメント読みながらとかさ喋りながらこうやるからさなんかさあのみんながジョーカー出してるか知らないの配信、こうあの大富豪配信の時って、だからさ調子乗ってさスペさん出したらさジョーカー出されたよね、マジですごい声出しちゃうしんどい。ちょっとベッいっぱいベッドしちゃう、もう10ベッドしちゃおう。あ、そっか、不毛だからあれか、なりすましいらないのか。今なりすまし押したらあれできないじゃんって思った、なりすましだった。いやー、まあね、8に前と6が残ってたんであと行きましたがね。何時からやろうかな次。6分からやります。富豪になりました。真の富豪。10ベッド、あ、お揃いや。15秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。うわ、いそう。待って、何出そうかな。
始まった瞬間に忖度なしでスタンプが送られてきましたね。そうですね、いい感じの残っているといえば残っているのだが、どうなるかは分からん。正直はい、終わりました。はい、ということで終わりました。中ちゃんのハピネスだった。私のとこにも中ちゃんのハピネスいるよ。中ベッドで一日、あ、私はですね、中ベッドで富豪になりました。てか富豪のままなんですけど、今日は富豪の女なんで。なんかめっちゃさ、あれだね、中坂推しと当たるの歌が、中坂今やってる、うん、分かんないけど、何須田さんの動画好き言われて、13分からやります次。あ、嘘、12分から、今10分だから。あ、中坂やってるんだ、21時だ。プレゼントボックスもらえるんだ、そんな。12分からやるよ。キャバ富豪だよ。なんかこの部屋ライトがさ、上から当たるからさ、目になんていうの、光がなくてやだな。なんか死んでる、死んではないけどさ、なんかなんだろう、暗い。うん、でも目に光が欲しい。あ、こうすればいいんだ。こうすればこうすればこうすれば目に光が入る。あと35、36分前です。え、違う、ちょっと怖い、本当に。こうすれば光が入るよ。15秒前。
9、8、7、6、5、4、3、2、1スタート。怖い、絶対スクショするんだよ、絶対スクショする、絶対スクショするなよ。だって今推し力異常に高い人発見したんだけど、ほらまたね中坂がいるんだよ。どうしよっかな、また中坂推しが、なんか中坂がさ言ってんですかこれ、なんか忖度なしでスタンプみんな送ってねみたいな、なんかみんな中坂推し忖度なくしでスタンプ始まったら送るんだけど、なんかそういう教育してる、もしかして中坂が知らんけどそういう教育してんのかな、もしかしたら、もしかしてだけど、もしかしてだけど、そういう教育しちゃってんじゃないの。ごめん、なんかどうしよう、旧ジョーカー A で会談しちゃったけど、どうしよう、なんかずっと泣かれてんだけど、ダメ、私上がっちゃダメ。めっちゃさ大富豪、大富豪の人にさ、その中坂推しの人にめっちゃ私がもう上がるって分かってるからさ、めっちゃ泣きスタンプ連打してたけどさ、どうしよう、上がろうか迷ったけど上がっちゃったよね。すごい、すごいすごいすごい、私のサイリウム3本売ってる、すごい、いやなんか身をこっちになっちゃったけどさ、でも、まあ、私のサイリウム3本振ってくれたからまあ許すよね、許すじゃない、私は、じゃあ私が許し、なんていうの、許してもらう側か。あ、青のだるまさんありがとうございます。いいな、いいな、その、なんか初めてサイリウム振ってんの見た、初めて見たわそれ、大富豪です、うん、忖度なし。ちょっと待って、
これで一旦絵合わせ挟みます。一旦絵合わせ挟みますね。あ、一個絶対当たりゲット。もう一回挑戦できるよ。これちょっとわかんないな。あ、残念。また明日挑戦してね。はい、おい、なんとか倍増券もらった。え、ロックボックス交換ん？え、これでサイレム買えるの？え、サイレム10って何？え、1個にいくら単位なの？これって。1回にいくら的な感じ？まあ私コインいっぱいあるから何でもいいんですけど。あ、そうなんだ。え、じゃあさっきの人さ、めっちゃ振ってたけどさ、じゃあめっちゃ使ってたってこと？え、そういうこと？で、1本で何回あれフリフリできるの？1本はさ、シャーってで終わり？しかもさっきの1本、さっきのが1本分だったのかな。対戦じゃ絶対ない。あ、そうなんじゃ1本か。すげえ。さっきの人さ、都落ちしたからきっとなんかもう私大富豪になったし、暇だったから多分できてる、ね、対戦中やるの難しそう。そうなんだ。私も買おうかな。サイリウム自分で買っても使うことないかな。このさ、鍵みたいなやつあんま関係ない？メンバーと当たった時に使おうかな、じゃあ。え、なんか10本ずつとか買っても全然いけるんだけど、そんなにいらないかな。あ、1本無料なの？お試しで1個ずつ買った子でなんか使えそうだったらまた買おう。うん、あ、待って、オレンジ買っちゃった。黄色だ、黄色も買っちゃおう。赤も買っちゃった、間違えた。なんか何買ったんだ今。なんかめっちゃ5個ぐらい買った気がする。もっと買っちゃったかな、適当に押しちゃった。まあ別にいいんだけど、お金いっぱいあるしお金いっぱいあるからいいんだけど、別にある意味大富豪だから。え、これでどうすんの？これどっかで見れんの？
サイレームセットってやつか。緑も買っちゃったよ。間違えちゃった。え、しかも、ん？もともとあった、もしかして。え、赤も2個あるし、オレンジも2個ある。感じの私のピンク、水色、黄色はね、1個ずつ持ってる。まあ一応セットしとこう。今セットしてみた。そうそうそう、自称大富豪なんで、ある意味大富豪なので、ちょっといっぱいセットしてみました。全部セットした。あ、そうなんだ。3色1個プレゼント。なるほどね。まあセットしました。使わなそうなの買っちゃったけど、まあちょっといつ使うのか分かんないけど、その時が来たら使います。じゃあ次は15分からやります。もう何分から配信してるのか分かんなくなっちゃった。まあ別にもう何分でもいいや、もうなんか何でもいいや。30分までぐらいにすればいいかな。21時、もうだから30分ぐらいでもやってそう。あ、25分やってるんだ。うん、赤1本セットしておきましょうって。え、あかりんさんってさ、私のなんかさ、前さ、あかりんさんが、須田さんがやるからって言って、あ、待って、もう時間になっちゃう。あ、大丈夫だ。そう、須田さんやるときに私大富豪やった気がする。私の前の週なのかな、2と7の日とかかな、わかんないけど、そんな感じだった気がする。1日前とかかな。中はじゃあセットしときます。なんかもらったのもあるし、なんかさっき買った中の1個にもあったから全然使える。いきまーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。大富豪てか本当に今大富豪だしね。確かに。お、どうしようかな。どうしよう。なんかいいカードしかないよ。いいカードしかない時ってさ、なんか何渡そうか悩む。この大富豪の時ならではの悩み。大富豪の時は良いカードすぎて悩む。どうしようかな。
ちゃ悩む。なんかいいカードしかなさすぎて逆に悩む。お願い1枚出しをしてくれ。お願いだから1枚出しを。わあ、してくれた本当に。なんかこの人私の配信あ見てた。おお、やっぱなんかスタンプ使える方が楽しいな。大富豪でした私は。ちなみにちな、次でラストぐらいにしようかな。次でラスト対戦ぐらいにしようと思います。やっぱ前のなんかスマホは広角じゃないからかな。なんかさ、新しいスマホの方がさ、こっちのさ13の方がさ、なんかあの顔細く見える気がする。トゥル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 。はい、終わりました。ということで次が最後にしたいと思います。イベントランキング54位。ですね、じゃあ31分ぐらいからやろうかな。31分でラスト大富豪にします。キャバ大富豪です。チナ、キャバチナ大富豪です。クローバーありがとう。クローバー、この間うつぼのクローバー探そうとしたけどね、見つからんかった。イエイ。あと45分あ、間違えた、あと45秒。45分は長すぎる。サイリームありがとう。もうほんと、なんかみんなサイリーム準備してんの。私がさサイリーム買ったからそれでやったのかな。最初から準備してんのかな、みんな。すごい。15秒前。あ、5秒前。4。3、2、1、スタート。これ本当にさ、時間とさ、秒数一緒に言うのむずくで、いつも言ってるけど。何この写真、初めて見た。日産と、待って。一人めっちゃ早いんだけど、オートか。どうしようかな。
どうしようかな。KA 浄化出して、一旦7出そうかな。いやこれどっちが先の方がいいのかわからんわ。大富豪で終わりたいが、しかし、どうなることやらって感じ。どっちだそうかな。これでみんなパスしてくれたら、2を出してみんなパスしてくれたら私は上がる。あー、ジョーカー出すよな。そうだよな。あ、でも5を2枚出ししてきた。2枚出し。よかった。でも2枚持って2枚で上がりだったからよかった。無人大富豪になれました。無事大富豪で終わりました。今回周りのカード推しがなんか先輩っぽいから、みんなあんまりなんかスタンプとか控えめだった。皆さん推し神様と対戦できた。すごい。はい、ということで無事大富豪で終わることができました。現在44位。はい、では終わります。終わります。どうもありがとうございました。あ、縛りチャレンジ終わったのね。前回なんかみんな縛り多いみたいに言ってたけど、ついに縛りも終わったのか。しかもなんか縛りの称号をつけてる人多いな。はい、では大富豪配信終わりにしたいと思います。私は3と8のつく日にやってるので、あ、ありがとう、ありがとうございます。次回は18日です。次回は18日に大富豪配信なのか、まあ勝手に大富豪やるのか分かりませんが、18日にやろうと思いますのでよろしくお願いします。昨日はいっぱいラジオのね、なんか終わった後疲れたけど、でもなんかいっぱいみんなが
楽しんでもらえてよかった。この時間ね、結構まばらかな。でも最近なんかこの間もこの時間にやってるね。あ、今度ねまた友達とズーム飲みするんだ。久々になんかずーっとやってなくて、そろそろやりたいって思ってたんだけど、ようやくまたできる。ありがとうございました。なんかいろいろ今日やることやってたらいい感じに一日を過ごしてた。皆さんもね、まあお家でやるの、なんかお家でさずっと作業するのさ、なんか私本当になんかもともと言ってると思うけどカフェとかでやりたい人なので、すごいね難しいんだけど、すごいよね、お家でずっとできる人ってすごいなって思う本当に。あ、ダメな、目に光がないんだいつもと違う部屋だからしょうがない。あとスマホのせいもあるのかな。ザティーでやったらまた変わるかな。ザティーちゃんで、まあ今度またやります。今日はね、でも大富豪の時はねこっちを大富豪でやった方がいいかもね。B4U ありがとう、ラスト頑張りますね。だってありがとうございます。 B4U ポチポチします。だってありがとうございます。ショールームでは飲み会できません。お酒 OK なライブ配信って何？ YouTube とかだったらできた気がすんな確か。ズーム、DMM さんが許してくれたら私は DMM でズーム飲みしたいですねって感じだな。ということで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。でもいいな、なんかお酒飲みたくなってきたありがとう、ありがとうございます。ではまた5日後大富豪やりましょう。昨日もありがとうございました。 P4U もありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。バイ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 セコ喉高いよってな。